はい、こんにちは。偉人研究家の山田智之です。このチャンネルでは、偉人の裏側やエピソードについてお話し,したいと思います。戦後の日本を牽引した首相、吉田茂首相はですね、サンフランシスコ、講和条約を結んだことでも知られてますけれども、やはり一番の功績といいますか、皆さん知っているのは、マッカーサーと対等に渡り合って、なんとかですね、戦後の日本を復興させる方向に持っていったというのが吉田茂です。ただですね、当時マッカーサーは非常に恐ろしい人物でした。皆さん恐れてました。その中で、吉田茂はですね、マッカーサーとあるやり取りの中で、そういう中であんですね。マッカーサーがある時占領下の中で,ですね、部屋の中を行ったり来たりしてわけです。 を見て、吉田茂は思わずプッと笑っちゃうわけですよね。マッカーサー怒りますよね。何がおかしい怒った。そしと吉田茂はこう言ったんですね。いや、閣下がライオンのように歩かれるので、ついライオンの檻に入れられたような気がいたしまして、いきなりマッカーサーをライオンに例えて英語で喋ったら、マッカーサーも思わずプッと笑っちゃったっていうね。そういうふうにです。ね。吉田茂は非常にユーモアが溢れる人で、たくさんの名言を残しています。名言というのは、迷う言葉といい言葉、名言と両方ですね。そういうです、ね、偉人の面白い言葉だったりとか、名言を紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録の方お願いします。